ルシュラヒムがカムバックに向けてアルバムトレーラーを公開しました。所属事務所はクレイジーはルシュラヒムと共に一緒に夢中になってみようとのメッセージを込めたアルバムですとコメントしています。では韓国の反応を見ていきましょう。金魚の意味は何？カズハ耳が鬼だ。穏やかな音楽が流れてるね。この映像街ぶら歩きかと思った。うんちゃそこで何してるの？みんな歩き回ってるね。カップル殺伐としてる。バルーンが揺れてる。ジモンもバルーンと一緒に風に揺れてる。サクラの周りクレイジーだ。退屈そうに歩いているサクラ。穏やかな日常だ。おばさんがうんちに水をかけた。 We Got So Much の演出で傘が出てきたのはピオナが私たちにとってそんな存在だからと語っていました。傘は水から守るピオナってこと。ノーゼンカズラの前を歩いている。この花は困難を乗り越えて成功を収めるとの意味を持つよ。カズハ表情もかっこいい。夏のルセラかわいい。夏の終わりの質感セット入ってから急にかっこいい。あっち行け。ラフな感じのユンジン最高。エネに穴開いた。ウンチェと犬が上から眺めてる。階段から落ちたり屋上から飛び降りたり、なかなかアクションが多いウンチェ。千葉県とウンチェ落ちるときビビりましたが空飛んでて安心しました。ユンジン感電。ウォーキング馬キティのクロックス。ルスラのウォーキング見れて最高。おばさんも感電。日本語韓国語英語でのそれぞれのセリフかっこいい。ウンチェイグプシュケめちゃくちゃかっこいい。噂のボーグダンスも目に浮かぶよ。おばさん最後は一緒に踊ってる。この期間いろいろあったけどピオナも批判してた人もみんな一緒に狂ってはないってメッセージかな。白お利口さんひたすら見てるのかわいい。クレジーは8月30日1時リリースです。ご視聴ありがとうございました。これからも韓国の情報動画を発信していくのでチャンネル登録お願いします。ではまた会いましょう。